白洲太郎です。今日は近所に住むおばあちゃんの誕生日会にお呼ばれしたんで、ちょっと遊びに行ってみようっていう動画です。私はアスコもやるみたいなんで、今日は夕飯抜きで遊びに行きます。ただもちろん誕生日会なんで、プレゼントも用意しました。それがこちらです。おばあちゃんが前から欲しがってたスペシャルアクセサリーの詰め合わせです。で、もう一つがこれ。ブラジルの代表的なお酒、カシャーサ。ピンガーとも言うんですけど、とにかく度数が強くて、40度ぐらいあるお酒なんですけど、おばあちゃんこれがね、好きなんですよ。だから、ちょっとこれも持って、家から5分ぐらいなんで、おばあちゃんち、うん、メロアミーゴホナウド、ムイドテンポアミーゴ、デイサーアニオス、デイサーアニオスね、アメイ、彼はね、飲み屋さんやってんの、ビリヤードを上経営してて一応、後でちょっと一緒にビリヤードやろうと思います。バモスパセ、死ぬかね、死ぬか、バモスパセアゴーラ、アゴーラ、シンシン、じゃあバモスここエントラスの、ここエントラス、マクマク。アニベルサーリオ、身体進行アノス、パラベンス、プレゼンス、パラベンス、身体進行アノスね、もういとぼ、もういとぼ、ビンチパートネット24人のお孫さんがいるそうです。これでいいね、ほんまい、よかった、はい、じゃあもう、私のやつだよね、これプレゼンじゃきよ、ここじゃぶり、ね、エスパラベンス、ね、しゃべろ。カシャーサ。